1892年6月、ストランドマガジンに掲載されたシドニーパジェットによるブナ屋敷のサシエメディアを再生するザ・カッパー・ビーチス。ブナ屋敷はイギリスの小説家アーサー・コナンドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで56ある短編小説のうち12番目に発表された作品である。 ストランドマガジン1892年6月号、書室。同年発行の短編集、シャーロック・ホームズの冒険に収録された。ドイルの母が物語のアイデアを思いついた作品である。ドイルは、ホームズ物語を打ち切るつもりでいたが、この作品のアイデアを得たことで、ホームズは命長らいることになった。ブナの木屋敷と呼ばれる邸宅での、 住み込みの家庭教師を引き受けるべきか迷っている若い女性バイオレットハンターが依頼人としてホームズの元を訪れる。勤め先を解雇された彼女は女性のための家庭教師紹介所へ行っていたが、ある日そこの事務室には担当の女性の他にルーカスするという男性がいた。彼はハンターを見てこれ以上の人はいないと絶賛し、以前の勤務先が月に4ポンドの報酬と聞いて、 100ポンドという高額の年俸を約束。さらにはその一部を前渡しする。だが、その雇用条件には、ボーボからも喜ばれていた長い金髪を切り、ショートにしてきてほしいなどの奇妙なものがあり、その場では断ってしまったというのだ。しかし、生活が苦しくなっているところへ、せっかく舞い込んだ働き口を切り捨ててしまったことに、ハンターは後悔していた。そこへ、 ルーカスする本人から是非最高を求めるという手紙が届く。そこにはスカウトに応じてもらえるなら年俸を当初条件から20%加算する用意があるとも書いてあった。だが髪を切ることだけは変わらなかった。実際に勤めてみなければ何が奇妙で疑わしいかの判断がつかないのでその屋敷に行きなさいとの意見を得たハンターは現地へ出発することにした。 不思議なことが起きたら、連絡しなさい、とのホームズの言葉を頼りにして、ハンターは早速長い金髪を切り、ブナ屋敷での仕事に向かった。駅へ迎えに来ていたルーカスするの馬車で、屋敷についてみれば、ルーカスする夫人も子供も正常な人間だった。子供の性格がわがままではあったが、召使いのトラー夫妻は、夫の方はしょっちゅう酔っ払っていたが、 とりわけ気になることはなかった。ただ、ルーカスすルは大きな犬を飼っていて、夜ごとに敷地内に放しているので、夜は建物の外へ出ないよう厳重に注意された。屋敷内では家庭教師の仕事の他に、指定の服に着替えさせられたり、むやみに本を読ませられた。それらはいつでもハンターが窓に背を向けた状態で行われることは不思議だった。ある日、 壊れた鏡の破片をハンカチに隠して窓の外を伺う,うと屋敷の垣根のところに男の姿が見えた。また自分が切った金髪と同じようなものを実質の引き出しの中に見つけた。さらには2階に4つの窓が並んでいる別棟の入り口は常に施錠されているのだがたまたまトラーが鍵をかけ忘れた時に入ってみたら中に人間のいる気配がした。 これらを奇妙に感じたハンターは、シャーロック・ホームズに電報を打ち、近くの街のホテルで会って相談することにした。そして、ホームズの調査により、ブナ屋敷の秘密が明らかになる。ルーカス・スルは、前妻との間に生まれた娘が、亡き妻から受け継いだ、莫大内産の横取りを狙っており、ハンターの存在が、娘の替え玉として必要だったのだ。ジャック・トレイシー。 シャーロック・ホームズ大百科事典日暮島さみち役河出処防審者2002年285ページありがとうございます